パブロ祭り。皆さんどうもコンコンチドイヒです。というわけで今日はスプラチャン3北斎の釣り、登場が武器一緒だとかっこいい。全員北斎、とんでもないことになってんの。ルールはガチエリア、どんな戦いになるのか。まずは真ん中のエリアを必死に塗っていこう。みんなめっちゃ振りまくって、なんだこのすごい映像は、よくわからんな。みんなで振りまくっててよくわからんな。なんかもう振りかけかけてるみたいになってる。その表現もよくわからんな。塗り替えて必死に塗り替えてっていうか、こんなただただ筆振ってたら普通は撃たれて終わりなのに、なんだこの戦いは。みんなただただ筆振っておかしな状況だ。一度確保しちゃえば相手も取り返しづらいだろうな。それじゃあスペシャルで病人行っちゃうぜ。全然うまく使えないよ。やられちゃった。最悪だ。あとは頼んだ。みんな残念なことに確保されちゃってるね。なんだって、僕がやられたばっかりに。急いで戻れ。そして取り返して行くぞ。ヒーローは遅れてやってくる。ドヒマン参上。まずは生きる。そしてこっちから回り込んでた。こっちにいるのかよ。危なくやられるかと思ったよ。だけどこの上のやつは下に降りちゃった。だったらもう裏取りこっちから裏に回ってってやるぜ。さあこっからスペシャル、ビョン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 って近づいて、フル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 ってどこにできるのか全然わかんない。うまく使えない。やあ戻されちゃった。うまく使えず戻される。だけど塗り返せ、今がチャンス。やったー、確保したぞ。ここからエリアを守る。いや守っててもダメだ。攻めまくれ。みんなで一気に攻めまくれ。よし、僕はこちら側から行ってみよう。さあこっから来た人を倒しまくる。相手も北斎でやり返すのも大変そうだね。このまま勝ちだ。ありがとうございます。やられちゃった。後ろから来てた、完全に見てなかった。あとは頼んだ。みんななんとか確保してくれてるよ。そう簡単にお互い近づけないから、エリアは確保したままでいけそうだね。このままみんな振って振りまくれ。また落ちちゃったよ。最悪だ。だけど裏取りして一気に倒してやる。だけども裏が表でした。なかなか頑張ってくれてるね。これで近づけまいた。来てる、ちょっと許してください。ああ行くじれ、最悪だ。あれ、だけど勝ってる仲間ありがとう。なんだかはちゃめちゃな試合で楽しかったな。そうだね、みんなで筆を振って振りまくって楽しい試合だったね。楽しすぎるから他の武器でもやってみようかな。次はどの武器がいいかな。じゃあ次はパブロにしようかな。そんなに変わんないじゃないか。もっと違う武器にしようよ。次の戦いはまたまたガチエリア。そして武器はみんなラクトだ。ラクトでミサイル撃ちまくりガチエリア対決。みんなでミサイル撃ちまくったらとんでもない戦いになりそうだね。当たり前だのブラックマン、恐ろしすぎる戦いをお見せしましょう。まずはみんなでスペシャルトンネルをとか言ってる間に塗られちゃってる。急いで塗り替えて。あと少しだ、塗り替えてって誰か来てる。危ないな、右から来てる。やられるとこだった。なんとかやり返して、そして確保もできたぞ。そしてミサイル間違って撃っちゃった。相手確認する前に撃っちゃった。だけど倒した。やった。なんかもう普段使い慣れてない時だから難しいな。ドイヒーはパブロ以外使わないもんね。だってパブロは赤ちゃんでも勝てる武器だからね。
そんなことはないけどね。なんか相手すんごいミサイル出し組んだ。これは厳しい。ミサイルかわしてる間に確保されちゃうよ。こうなりゃ一か八かの突撃だくらえ。ああやばいやばい、やられちゃうか、やだ、やらかした。近距離武器じゃないから突撃したら痛い目見るよ。残念かんねん、なんでやねん、どやそう。じゃあミサイル溜めて、ミサイル放ってから突撃でいこう。っていうか全然スペシャル溜まってないじゃないか、これじゃ突撃できない。もっとミサイルが飛びまくりまくってやばい戦いになってましたけど、全然だったね。想像以上に地味な戦いで歯応えないな。見応えね、食べてはないでしょう。やられちゃいそう、やられちゃいそう、一体逃げる。あーダメか、逃げれなかった。あどうたもんだ、みんな壊されてないから頑張ってるよ。僕が到着するまで頑張るんだ、奴隷たち。失礼な言い方だな、どんだけ偉いんだよ。こねれまたボムで突撃だ、聞いて。よっしゃラッキー、うわーだけどやるんだ。また無理やり突撃しちゃってんな。当たり前だな、ブラックマ、突撃あるのみだよね。またまた突撃するぞ。てか結構グイグイ攻められちゃってっか。だけどこっちがミサイルに発、これさすがに厳しいだろう。やったやったやった、一気に取り返して取り返して、僕も突撃して取り返して取り返して、ああちょっと逃げさせていただきます。さして僕もミサイルだ、全員元に入れてくれ。今がチャンス、今がチャンス、ガンガン攻めろ、ガンガン攻めろ。うーわー届かない、どこ行った、どこ行った、どこ行った、もう逃げられちゃったか。じゃあこっちから突撃、うわー動けない動けない、ちょっと待って、やめてやめて、一回一回逃げる。ああ危なかった、だけどまた突撃だ、くらいくらいくらい、ちょっと待って見て見て。無理して突撃するんじゃないよ、やられちゃうから。カウント20くらいまで進めたっていうのにこれピンチだ。取り返されちゃった。こっからの逆転なんて絶対やだぞ。もうミサイル来てる、やっかいな。だけど取り返した、仲間ナイス。じゃあ僕はこっちから攻めていく、どっかにいるんだろう、どうせいなかった。ミサイルまた来て、やばいやばい、やられちゃいそう。敵はどこにいるんだ、上から撃ってんのか、どこにもいる。くらい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 、あーめちゃくちゃ逃げられてる。ちょっと待ってちょっと待って、倒した、ようやく倒して、よしミサイルが溜まってるけども、もうミサイルなんても使わなくていいや。使いなさいよ、それが醍醐味でしょうが。逆に使われてやられそう。戻れなかった、じゃあもうこっちから行ってやる。ここを登って、いっぱいいる、いっぱいいた、狙われてる、ちょっとセリフだ。だけど相打ちだからまだいいか。やっぱりミサイル撃っとけばよかったんじゃないの。それを言っちゃおしまい、しまい、ハゲの前、よいしょ。残り時間もあとわずかだ、こっちの方から攻めてっちゃおうかな。横からダメージ与えまくってやるぞ。くらいくらいくらい、飛び乗って、また失敗しちゃった。じゃあもう戻ろう。さっきから何がしたいんだよ。残り時間もあと少し、ゴリ押しゴリ押し、ゴリラ押し出しだ。一気に攻めてるぜ。また無茶してるよ、そして確保されちゃってるよ。裏取り成功、挟み撃ち。あとは頼んだみんな、僕はぐーたら寝てるから。最後までしっかりやりなさいよ。だけど相手全滅か、近くてありがとうございます。というわけでラクト対決終了。ミサイル撃ちまくりの試合になると思ってたけど、思ってたほど飛んでこなかったな。そうだね、意外と地味な戦いになっちゃってたもんね。もっとド派手な試合が見たいよね。じゃあ次の試合はどうしようかな。派手な試合が見たいってなったらもうこれしかないよね。みんなでロロド、一
て引かれて事故しまくり、恐ろしい戦いになるはずだ。行くぞ、さよならもんぬってぬってなりまくれ。ステージを止めてバリアだバリア、やったぞ、敵はいたぞ、引いてやる。どうだ、相打ちだ、お互いに引いて引かれて相打ちだ。正面衝突はお互いやられちゃうね。だからこそのバリアだバリアだ、スペシャルでバリアだ、エリアにバリア、みんなで張りまくれば相手も攻撃できないでしょう。相打ちだってないでしょう。よし、バリアが溜まったエリアに作ってやる。なんかはみ出しちゃった、ちょっと待って、バリアからはみ出してる、もったいない、せっかくのバリア、バリアからはみ出してやられちゃった。何やってんだよ先生。ボイシーがやったんでしょ、バリア台無しプレイ。まあ仲間がうまく使ってくれてることを祈るだけ。こっちがエリア確保してる僕のバリアのおかげかな。そして突撃突撃一気に突撃、そして裏からクライクライクライ、逃げられていく。どこ行ったどこ行ったどこ行った、どこにもいないな。じゃあまた突撃突撃、ここにいる奴らを一気にやるんじゃってる。最悪だわ、バリアに突撃してもた、強引に行き過ぎだから、もう少し落ち着いて。絶対やだよ、突撃やるのみだよ、突撃してやられる、それがローラーの醍醐味。そんなことないから、隠れてた人をやっつけて、おまけにも一人、相打ちでも二人倒せばラッキーでしょう。ラッキークッキー、美味しいし、僕の2キルのおかげでエリア確保。勝ってる時は僕のおかげ、負けてる時は仲間のせい。最低な考え方だな。ボムで突撃、そして後ろから倒してやる。さあここに来るところを狙ってやる。やった、着地取り、そしてまだまだ突き進め、いけいけ、はい、よっしゃ。強引に行き過ぎだから、相手全滅してる時こそチャンス。だから強引に攻めちゃうしかないでしょ。一気に行け、一気に、やっぱり飛んでったらほぼ8割はやられるよね。ああ確保されちゃった、チャンスからのピンチ、略してチャンピン。チャンピンってなんだよ、意味わからんな。左側から攻めていこう、敵はどこだ敵はどこだ、一気に倒してやるぞ。気づいてないかな、後ろから回り込んでやる、そしてここでバリアだ。そしたらこっちを倒せないでしょ、バリアっても結局相打ちになるか。バリアの中に入られちゃったら意味ないもんね。意味なし、用なし、一文なし、スクラコンとか言ってる間に確保だ確保。よし、このまま守りきるぞ、一気に攻める、一気に攻めるぞ。もう相打ち確保だ、いいぞいいぞ、相打ち確保で完璧に作戦が決まった。敵陣で相打ちしてれば相手も確保できないからね。なんか嫌な作戦だな。勝てばいいだけの話、勝てばいいだけの話、やられたって勝てばいいだけの話。仲間が頑張ってくれてるのに感謝だね。相打ち相打ち相打ちで、もうめちゃくちゃの戦いだったな。だけど激しくて楽しかったな。他にもいろんな武器同士で戦わせてみたいな。意外と面白い企画だったね。ルールもエリア以外でもやってみたいな。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。